1年とか2002年とかに出たような気がしたけどね。お、なんだこれ。お、ジジイが仲間になりました。ジジイ仲間になったぞ。おい、ジジイ来い。いつついてきてるぞ、これ。見てこれ、ジジイついてきています。超遅い。お前ジジイ無理だ、お前無理だ、無理だよお前、遅すぎる。ダメでした。年寄りにはきついね。え、気にせず言ってくれということで無理でした。あなたなのねと、おばちゃんだえ、おばちゃんって。あんずあんずは触れやよっつってね。ほーら、これでも思い出さない？パフパフ、パフパフ。何をし出すんですか、いきなり。すごいですね、これね。記憶喪失の旦那さんに向かってパフパフをし出しました。これを見ているライアンは一体どんな気持ちでこれを見てるのかっていう、ね、昔からずっと思ってるんですけどね、これ。もう、ポロン、ポロンって出してパフパフを言い合い始めたっていう。それを見つめるライアン。パフパフっつって。おーリアクション。おーなんなんもう、私服の時でしたね、これね。おーっつって。おー、触れてる。これで思い出す。旦那。なんだこれ。ホイミン戦闘するとリアクション変わるんだ。わー、出たーっつって。わっと。わっと。キャー怪物助けて。人間がいっぱいだねーと。ねえ。ライアンと一緒なら大丈夫だよねって。めっちゃ怖がられてるね。ま、魔物が街の中にーっつほい。うわ、出たーっつ。もうみんな、みんなもう魔物扱いしちゃって、もう。僕悪いスライムじゃないよ。プルプルって。子供に話しかけたらどんなリアクションするかな。うわー、食べられちゃうよーって。今日はとってもいい天気だから、日向ぼっこでもしようよ。のんきですね、お前。もう村に騒動を巻き起こしてるのにね。おい、お前何やってんだ。ドヒャーと。お前ずっと迷ってんのか、お前。プププって。この戦士さんはライアンさんが子供を助けるまでずっとここで迷ってたみたいだね。お前、ホイムスタイムに笑われてるかな、あいつ。選別じゃ、受け取れーっつって、渡されるのが経験値って。どういう理屈なんだろうね、これね。いつも思うんだけど。ライアン、レベル上がりますよ、これ。こんな経験値いっぱいもらったら一気に上がりますからね、これ。姫にもしものことがあっては、このクリフト！いや、王様がどんなに嘆かれることかってね。クリフトはアリーナの大ファンです。もう大ファン。超大ファン。東の空より怪しげな気配を辿ってきます。ニュータイプかな。さあ、というわけで、まずはね、城の中のものを漁らないといけないね、これね。信仰と祈りとね。なんと、アリーナの隠し撮り、プロマイドが出てきたってね。はい。クリフトの隠し撮りですね。ああ、もうドスケベですね、こいつね。こいつは処分しなきゃいかん。隠し撮りですよ、こいつ。最低ですね。おまわりさんに突き出しましょう。ね。ほい。ほい。何も見つからなかった。聖水って。ちょっと意味深だな。プロマイドが出てきたところで聖水とか言っちゃうとちょっとな。はい、蹴破りそうです。蹴破りますか。はい。俺や、脳筋アリーナ。アリーナキーク！納金ですね、これね。恐ろしいわ。よいしょ。はい。立て札。そんな装備じゃ危ないぞ。ふむ、商売上手めが、と。見えついたことをやりおるってね。だいぶね、ぼやいてばっかだ。ブライ、ぼやいてばっかだよ。はい。じゃあ、詩人マローニ。ね。青い空と、流れる雲たち、ラララっていうね。あ、こいつはさ、作詞のセンスはありませんね。ダメですね、こいつね。マロニの歌はいつ聞いても素敵。うっとりと。お前センスねえな、お前は。お前もセンスねえな。輝く三日月瞬く星々、ラララララって。もうダメだな、これ。こいつ、作詞のセンスないっす。ご恐れ、うわー、痛い。それは痛い。クリフトはダメでしょう。クリフトじゃない。あ、フラ死んだ。やばい。これはやばい。死ぬ、死ぬ。か、あ、これはきついぞ。きついのを引き当てた。いきなりブライ死ぬはちょっと計算外だった。これはやばいですね。あーあー、ボコボコだー。負けるー。ひえー、ひえー。もう無理っす。わあ、ちょっと開幕ブライ死亡はダメでしょ。死には全滅しましたね。カゴ中に入ればいいのね。やる気満々ですね。カゴの中に入れば後戻りできませんぞ、と。さあ、行くぞ。リベンジマッチ。おお、
神のご加護がありますように。加護だけになって。くそ、くだらない、くだらない。もう、神父ジョークですよ、これ。くだらねえ。私たち結婚するんです。よかったね。よかったね。しかし、あの腰抜け男と一緒になって、果たして幸せなのやら。ちじじうるさいよ、お前。余計なお世話だよ。始まりましたよ。ブライの毒舌が始まりましたよ、これ。はい、力試しの旅。東の国エンドールで開かれている武術大会に出てみなされ。エンドールには、この国の南東の方から行けるはずじゃ。いいことを聞いたぞ。武術大会などとんでもない。このご老人もいらんことを言いよってからにブツブツって。もう、ブライはもう、口悪い。あ、指示。どうしたお前。東に行くとフレノール。はい。フレノールに行きましょう。やれやれ、アホ詩人め。余計なことを吹き込んでくれよって言って。アホ詩人って。ブライはって、クズだからね、こいつ。ねえ。二人も友がいるなんて、さすがお姫様ね。ね。このブライのにじみ出る知性と品の良さは、偽物には真似できまいて。ふん、偽物目の顔を早く拝んでみようではありませんか。じじいもちょっとうぬぼれてんだ、こいつな。じじい、自分で言っちゃうか。知性がうんたらかんだろ、お前。大した顔してないよ、お前。ブライモドキ。何としてことだ。メイ、メイちゃん。本名メイちゃん。隣のトドかな。メイちゃん。このくたびれた老いぼれがわしの名を語ったで、そうと。助ける気がなくなりますな。じじい、じじいの争い。ブライは容赦ねえからな。パパ、起訴されて怖いね。私もさらわれたらどうしましょう。姫様ならばともかくあのような塔の立った夫人を誰がさらうものか。もごもご。じじい言うのひ、お前もじじいだろ、お前。ひどいこと言うな。ねえ、みんなの話を聞こう。私はあのお姫様に蓄えを差し出そうとしたんじゃ。と。しかし断られてのうと。偽物だったというがあの娘さんそんな悪い人じゃなかったのと。詐欺はしていなかったということだ。ね。いい人だったのね。まあ、いい人って、私たちの偽物だもの当たり前かって。いや、そういう、その理論はおかしい。ふぶと、ロギンに困った時はそういう手があるかって。ね。いやいや、なんでもありませんと。ダメな、ジジイだな、お前は。お前は悪いじゃん。炎上しそうな発言と。もう、ブライは結構コンプラに引っかかるような発言、オンパレードですからね、これね。で、壁壊れたままと。壊れすぎだろ、これ。どうやってプズリで壊したの、これ。アリーナすごすぎねえかな、これ。改めて見ると、アリーナが蹴破った壁やばいよ、これ。石の壁を突き破るがやばいでしょ、これ。ジジイ。ね。ゴンジ。気楽な陰気の身ですじゃ。ほほほ、以上。何って。ふむ、ゴンジめ。まだ生きておったが、しぶといやつめ。もうジジイが、なんか、ジジイをライバルするのやめてくんねえかな。ゴンジ、ブライト、どっちがおじいちゃんかしら。ちね。と話しかけてみましょうか。ね。そろそろ城に戻る決心してくれと。ね。これじゃ旅続けるのは危険ですと。何言ってんだって。私はまたぐーんと強くなったんだよ。ってね。はい。ちゃんと守ってあげるわ。心配しないで。ということで。会話が全く噛み合ってないな、これな。脳筋アリーナには会話が通じない。砂漠だろうと街だろうと商売に考えることはただ一つ。いかにして客から多くの金を絞り取るか。乗せられたらなりませんぞ。相変わらずで、ね、そうですね。珍しい壺。珍しい壺はいかがと言っている横でその壺を割る。どうなんですかね。壺いかが?さあ、というわけで、この珍しい壺をね、全部割ります。来た!馬の糞ゲット。何にもならない。いや、そう。すごいね。壺いかがって、壺全部壊したの。見る壺なくなったけどな。いいのか?よかったんか?お、わしはもう止めはせんと。その目で世界を見てまいれ。プライン・クリスはアリーナ頼んだぞよ、と。なんということか!これでやっと城に戻れると思ったというのに。王直々のためを断るわけにはいかんしと。姫様は危なっかしいしと。もうやけです。得意なり言うと、お通しましょう。さあ、エンドールって。本当にやけくそになってんだ、これ。エンドール行くぞ言っちゃってるもん。お、この人は、舞踏大会を見に来た。勝利さん、右手に鉄の爪、ラララーって、こいつもダッサい歌歌いますね。歌はひどいが。歌はひどいが、あの詩人かなりの魔法の使い手と見たと。人は見かけによらぬものでした。見抜いた。ブライは見抜いた。こいつは魔法の使い手。歌はひどい。あんな素敵な響きで。鉄の爪にうっとりするとウルバリンぐらいしかいないでしょ、これ。アリーナもだいぶ病気ですね、こいつね。
なかなかあれですね、ちょっとお付き合いしたくない感じですかね。猛禽ですね。はい。うちは先祖代々ずっとお金持ちですの。おほほほほほって成金ですね。ふん、この程度の富で何を偉そうに。嫌な女主人ですな。ブライブシが炸裂しますね。武術大会でぜひとも優勝してくれと。後悔している。どういうことでしょう。お姫様にちょっと話してみよう。お父様が皆に約束をしたため、私は優勝者と結婚しなくてはなりません。あー、お父様クソですね、これね。優勝者が女の人だったら、私は無理な結婚しなくても済むでしょう。これもちょっと時代ですね。でも今の時代だったら同性婚があるからね。これも時代です。もう20年以上前だからね、これリメイクされたのもね。まあ、とにかく武術大会出て勝ってくれと。はい。アホ。ブライド、ドストレート、ストレート、火の玉ストレートですね。アホ、いやいや、軽はずみな王のために姫君がお困りとはむごい話です。アホ。こうなればやはりお助けするのが人情でしょうかと、ね。秘密の交換日記。かわいいモニカ。なんだこれ、気持ち悪い文章だな。病気ですね、これね。朝ごはんの目玉焼きも、お城の柱も、庭の猫も、池の魚も、屋根の瓦もみんな君の顔に見える。これ病気ですね。はい。この日記はいつも通り秘密のルートでエンドールへ送るからね。愛を込めて。気持ち悪い、気持ち悪い手紙でしたね、これね。あ、なんか寒気がしますね、これね。ベロリンマンです。人間じゃないって。人間じゃないって。なんでこいつを武術大会に参加させたのかが意味がわからない。で、こいつが勝ったらどうするんでしょうね。結婚ですよ。繁盛してますね、この店ね。はい。コンボ、はい。装備できないようだ。それでも売ってくれるか。いいよ。売るよ。それはもちろん。こいつは何しに来たんでしょう。何しに来たのかな、こいつ。まあいいや。あ、これ。柏サポーター来ましたよ、これ。上半身裸で。これ、柏サポーターです。これこれね。柏サポーター。ゴール裏にいますよ、あれ。ね。あ。お、何でしょう。ドン、剣。こいつはちょっと手に入らないですよ。お前はうちの店の商品を見たことがないだろう。なんだお前、いらねえわ。彼彼。ヘマをしてここに入れられたってね。改心したんだってな。君らの翼買ってきておくれよって。要は脱獄ですね、これね。脱獄か。果たして逃がしていいのかどうかですよ。ね。まあでも、あげましょう。ね。はい。で、人は先に村に帰ってるぜ。ということで、キメラの翼で、はい、飛んできました。飛んできましたが、あれあれドラクエのルーラ、キメラの翼って、屋内で使うと天井に頭がガーンってぶつけるんですよね。どうなってんでしょうどうなっているんでしょう。なぜキメラの翼で脱出できたんでしょう、彼は。ね。非常に疑問です。天井なかったのかな。どんな牢屋だ。物がもう持てませんので、ここで転売していきますね。転売。はい。こいつは、あれですね。鋼の鎧。装備できないから売りましょう。わあ、いいお金になりますね。はい。鉄の鎧。ほい。わあ、いいお金になりますね。もうどんどん高く買ってほしい。はい。いやあ、もう転売は美味しいですね。もう転売屋はね、もう撲滅しなきゃいけません。マジで。転売。これ転売なんですよ。これ転売。これ、このね、第3章のテーマ、転売ですから。皆さんよく覚えておいてください。手紙。手紙です。手紙を読んだ。お前が読むのかよ。手紙中見ないで渡すもんじゃない普通。なんでお前が読むんだよ。愛するエンドールの姫モニカよと。君のことを父に話せぬまま、幾日も過ぎてしまったって。なんでトルネコが読んでんだって話だよ、これね。なんでお前、中身読んでんだよ。で、何が書かれているんでしょうか。トロネコは王の手紙を読んだ。だからなんでお前が読むんだっちゃうじゃん。渡せ。中身以外で渡せ。二人で働いて世界一のお店にしましょうね。ってね。あなた愛してるわ、チュー。それを見させられてるスコット・ロレンス、ノーコメントですか。品物をトロネコが仕入れて、ネネがここで売ると。ね。鎖片びら262ゴールド。525ゴールド以上で売ってみせるわ。それでいい。確かね、定価は480ゴールドぐらいだと思うんですけど。っていうノリですね、これ。鉄槌1320ゴールドね。ぼったくり価格で売ってくれるわけですよ、ネネは。
すごい。じゃあちょっと実際ね、いくらで売ってるのか見てみましょうか。鉄の槍売ってるはず。鉄の槍880ゴールドのやつをネネは1500ゴールド1500ゴールドで売ると。ね。とんでもないですね。もう転売ヤーですよ、転売ヤー。極悪転売ヤーネネ誕生。どうやって武器と防具を定価以上の値段で売っているのでしょう。私にはその手段はわかりません。ね。お金は第5章には持ち越しません。ただアイテムは持ち越すことができます。なので一番高く売れるアイテムでアイテム欄を埋め尽くして第5章でトルネコが仲間にいたらそれを売っ払って金にするんです。金だけ買います。あ、持てない。これ以上持てない。それでも7万3000ゴールドが余ってますね。はい。全身覇者の剣男の完成でーす。あ、どうすかあいつ、やったね。せっかくお店を持ったのにまた旅に出るつもりなの？はい、そうです。わかったわ。物分かり良すぎでしょ。あなたはいつも何か夢を持ってないと生きられない人。要はクズです。行ってらっしゃい、あなた。いつまでも私待ってるわ。一度でいいから言われてみたいもんですねってね。親顔が赤くなってますよ。お前らもう帰れ。あんな可愛い奥さんを残して旅立とうとはあんたも罪な男だなってね。しかし自分で言っといてなんだか罪な男って言葉あんたには似合わないよなってね。罪な男っていうか罪を犯した男を逃がした男ではありますからね。トルネコね。さあまずはまあ街を漁ろうかな。俺はここで踊り子さんが通るのを待ってるんだ。仕事に向かう踊り子さんのさえやるぞって顔が何とも言えずたまらんのだ。お金も払わずに踊り子を見ようだなんて貧乏人の上にずうずうしい。最悪ね。辛辣ですね。辛辣だけど、まあ、的外れではないかな、これね。夜になるとスケベずらした男たちがワンサでやってくるから、なるべく明るいうちに行動しましょう。容赦ないですね。行きます。踊り子ファン、ちょっと待って。教会に踊り子ファンブックが置いてあると。はい。歴代人気ダンサー。事後特集にスーパーアイドルマーニャちゃんのすべてという記事が予定されている。どこが発行してるんでしょうね、これね。こいつですか。踊り子ファンブック。昼飲みができるお店ね。西成ちゃんいっぱいありますから。酒場で働いていたリンダがいなくなったらしい。売れっ子だったのになぁと。なるほどね。リンダってこの気持ちよくわかるわと。来る日も来る日もスケベ男たちの顔を見てたら逃げたくもなるわよって。もう経験者は語るですね。リンダちゃん、今日は可愛いねーっつってね。おっぱい大きくなってねーみたいなお客さんがいっぱいいるってわけでしょ、きっと。まあ、そうだろうね。嫌だろうね。これ以上は語る前。行ってしまうかと。たまには高水村行かんでも良いだろうと。墓参りをすればお父さんも喜ぶよってね。いい人ですね。生活に行き詰まったらまた座長さんのお世話になるわと。散々媚びを売っておきましょうと。計算高いね。そうねと、座長さんの言う通りだわと。今はこの街には用はないわねーとね。ね、あの媚び言っときましょう。ね、この件に関しては話してない。スケベ男たちの匂いが街中漂ってるって感じ。おお、やだやだ。スケベ男の匂いが漂っている。やばいですね。この街は治安が悪いでしょうね、きっとね。やだー、ここはあなたのような人が来るところじゃないわよ。さあ、これどういうことなんでしょうね、これね。なんか個室があってね、個室一つ一つに女の子がいますよ、これ。どういうことでしょうね、これ。ここはパフパフの部屋かだって？内緒よーってね、もういかがわしいですね。やだやだって、こんなところに来るなんて姉さんとは見られてるってね。マーニャがお姉さんですね。あんたは一体何を想像してんの？さあ、ここ何の部屋でしょう。そこに、なんかババアがいるんですけどね、これ。あ、リンダの部屋なんだ。リンダの部屋だけど、リンダがいなくなったってことで、ババアが掃除がなんかしてんのかな、これ。バレバレ。お願いです、どうか見逃してください。お城になんか行きたくありません。私聞いたんです。キングレオのお城に革命が起こり王様は殺されたとか。新しい王様は錬金術を称して恐ろしい実験をしていると。結構とんでもない噂が出てきましたね。キングレオのお城に何か起こっているみたい。キングレオの悪い噂は私も聞いたことない。きっとスケベな王様が女の子を囲い込んでるんだろうって噂になっていたと思って。キム・ジョンイルかな。キム・ジョンウンだな、今ね。あ、こいつ。お前、昼もいたな。
仕事を終えて疲れ切った踊り子さんの顔が何とも言えずたまらんのだ。ねえ、ずずしい、これはずずしい。この人昼間もここにいなかった、一日中いるのかしらって。ねえ、何やってんだこいつ。働けこの野郎。ね、もうすごいですね、牛のカルビンゴ、名前かっこいいね。私は絶対いつかあいつを食べるって子供の頃から決めてるんだから。これあれだろ、食肉じゃないだろこれ、多分これホルスタインだよね、これ牛乳出す系の牛だけどね。いつ見ても面白みに欠ける村ね。そうだね。あ、いた。はい。おい、ダメですね、こいつね。こいつダメですね。下に降りる階段が見つからないのは、あのおっさんに知恵と勇気が足りないせいよ、と。そうだね。あの上下する床は江戸川様の作られた仕掛け。やすやすとは見つかりますまいと。上に乗るだけだったけどね。はい、出ましょう。点血に、ね。鍵のかかった扉の先に行かれたいのでしたら、この王林にお任せください。どういうことでしょう。鍵がかかっている。しかし、王林が鍵をこじ上げた。パワーすげえだろ、お前。どういうことだ。で、これはですね。はい。キングレオの王様に逆らった者たちが入ってると。政治犯かな。はい、あなたはウォン、ウォン、ウォン、ウォン。あ、ベロリンマン見せた。ベロリンマン。ベロリンマン。お前何やったの、ウォンって。なんであなたまで牢屋に入ってるの。何をしたの、こいつは。その通りだね。なんであんな牢屋入ってんだ。さあ、見てください。これがドラクエ版夕張、アッテムト。ね。町に入った瞬間に目に留まるお墓の数々。左下には毒の沼。地獄ですね、これね。鉱山の町、アッテムト。と言っても、今ではとても人の住めるところじゃないわ。夕張ですね。夕張ですね。猫ちゃん。猫も元気ねえな、これ。ひどい匂い。臭い。ごほごほと。これあれなんですね。臭いっていうのはなんかね、なんかゴミの匂いとかじゃないですよ、これね。毒ガスが出ていると。毒ガスが出てる。おじいちゃん大丈夫？ちょっとね、この骸骨に話しかけてみましょうかね。お、手紙。お父さん早く帰ってきてね。弟のピピミも寂しがってるわ。今度二人で会いに行きます。お父さん誰か、墓に埋めてあげて、これ。野ざらしだもん。なんか落ちてないかな。ガスが出ようが魔物が出ようが金が出るまで頑張るんだと。掘って掘って掘り抜いてって。大丈夫、頭は悪そうだけど、ある意味頼もしいよね。辛辣だけど、その通りだね。まず一つ目の疑問。なんでとどめを刺さなかったのか。そして、なんて言うんでしょうね。もうガバガバなんです、これ。はい、こいつ寝ていると。ね。極めつけは、ここ穴開いてるんですよね、これね。これ、閉じ込めておくべき牢屋に穴が開いている。見張りは寝てるわ、牢屋に穴は開いてるわ。そして、この牢屋の隣の部屋に、なんと国から脱出するために必要な乗船券がある。これどういうことですか、これ。これどういうことだ、ガバで、ガバガバ、しかも通路までありますからね、ご丁寧にね。ガバガバです。オーリー、どうやら私はもう音もできそうにありません。ご無念でしょうが、ひとまずこの国を出るのです。いつの日か必ず、血の敵を果たす。その日までお二人ともどうかご無事で、ぐふ。死にました。そんなことすぐ言える状況じゃねえだろう。オーリン死んだ直後に、カチノリ殺しや。奇跡的な男もきっとたくさんいるに違いないわ。切り落ちの切り替え早すぎだろう。おい、じじい。お、よくしたな、ジオロ。今日はそなたに、ライディーンの呪文を教えて死んぜようと行きたいところだが、腹が減ってるから、飯を食ってからじゃ。今教えてくれよ。宿屋の主人が道に迷っていた旅の詩人を助けた。ほう。商売柄宿に人を止めたがっていたからな。むしろあれだよね。よそ者を受け入れない村なのになんで宿屋があったんでしょう。てか、どうやって生活してたんでしょうか、この宿屋の主人ね。はい。旅の詩人。まあ、絶対詩人じゃねえよな。剣持ってるぜ。ほほうと。この村には君のような子供もいたんですかと。私は旅の詩人と。ね。全く驚かされましたよ。超怪しい。超怪しい。あ、父ちゃん。今まで黙っていたが、わしたち夫婦は、お前の本当の親ではなかったのだ。
なんだって、なんちゅうカミングアウト、なんちゅうタイミングするんでしょう。詳しい話をしたいが、今は時間がないと。もう大混乱ですね、これ、主人公ね。本当の親は誰なんだってか、そもそも何事じゃって話だね。ドヒャーと魔物が攻めてきた。戦わなくても、今のお前はまだ弱い。とにかく逃げて生き延びるのだ。これを渡しておくと。何ですか？大きな袋とモンスターズか。これ、こういう時に渡すものじゃないよね、これね。なんか大きな袋とモンスターズガン。モンスターズガンですよ、これ。我々がいきなりあれですからね、なんか、ね、北朝鮮が攻めてきた、大変だって言った時に、なんか、いきなりなんかね、学研の図鑑を渡されるようなもんですからね。え？みたいな。今は逃げて、そして強くなるの時頃、わかったなぁ。行っちゃった。シンシア。ちょっと、あなたと、今まであなたと一緒に遊べてとても楽しかったわ。でも大丈夫、あなたを殺させはしないわ。じゃんじゃじゃーん。うわー、身代わりだ。やめろ。あー、殴られてる。うわー、やられてる。うわー、リンチだ、これ。静かになった。デスピサル様、勇者ジゴロ仕留めました。おー、でかしたぞと。え？おおおお。デスピサロ。はい。このデスピサロがですね、ドラクエモンスターズ3のね、主人公です。とんでもないのが主人公になったなと。ねえ。このおじさんね、確かもう一回話しかけた。なんだ、またお前かと。ふん、てめえみたいなガキが一晩止まっていきやがれって。なんだ、このツンデレ。元祖ツンデレぐらいですかね、これ。てめえ、いつまで寝てんだと。さっさと出ていきやがれ。止めてくれね。あ？なんだって？この俺が言葉遣いは悪いが親切な男だって？やめてくんな！ケツが痒くだろーってね。超ツンデレ。このおじさん何回でも止めてくれますかね、これね。ありがたいっすね。ツンデレおじさん。ね。魔物の親玉を倒すための旅をしてるんだと。勇者ご一行か。君も僕たちの仲間に加わらないか？はい。あ、ごめん。僕たちはもう仲間がいっぱいだったよ。君で自分の仲間を探すことだね。スネ夫みたいなこと言ってんだ、こいつら。なんだ、お前。五章ね。どうなんでしょうね。昔々、北の山奥に天女が舞い降りたそうですと。そして、木こりの若者と恋に落ち二人の間には、それは可愛い赤ちゃんが生まれた。その赤ちゃん？うふふ、嫌ですわ。こんなのおとぎ話に決まっていますわ。その赤ちゃんは、ここにいますって感じでしょ、これ。もうなんかね、わかりやすいですね、これね。だから、天女の子なんだよ、これ。私は、天女の子。金、占ってください。10ゴールド。はい。待って差し上げましょう。あなたの周りには7つの光が見えます。まだ小さな光ですが、やがて導かれ大きな光となり、え？もしあなたは勇者様。あなたを探していましたと。もう、こっちからすると何言ってたこいつって感じだけどね。ね、邪悪なる者を倒せる力を秘めたあなたを、ね、あなたともに暗黒の力に対抗すべく運命づけられたもの。もう話が急展開すぎてついていけない。この世界には私たち姉妹と同じ運命を背負った者がいると。ね、まだ見ぬ彼らと力を合わせ地獄の帝王の復活を阻止するんです。勇者様は私たちを導いてください。よくわかんないけど綺麗なお姉ちゃんが仲間になったぞって感じですよ、これね。ああ、もうこれはもういろんなことを教えてもらうしかありません。中途アルジェガー再放送。ああ、まあ、そうなんだよね。さあ、参りましょう。姉のマーニャは今日も懲りずにカジノで吸ってるはずです。もう導入がよ。こんな早く勇者様に出会えるとは思いませんでした。こっちもいきなり綺麗なお姉ちゃんが来ました。認めたくありませんが、カジノのある町から離れたがらない姉のおかげかもしれません。パチンカスですね。姉さんならきっとまだカジノで遊んでるんじゃないかしら。ね。あ、いた！スロットやってますね。何、邪魔しないでよ。姉さん、やっぱりここだったのねと。ギクッとですね。占い、私が占いで稼いでも全部カジノに追い込んで、私たちもう一文なしよと。ええ、ごめんなさいとね。反省しませんでもね。こちらは、勇者様よと。わお、ちょうどいいじゃん。よし、これから先は勇者様に養ってもらうことにしましょう。やべ、パチンカスに寄生された、これ。パラサイトですよ、パラサイト。うわー、パチンカスに寄生された、これ。勇者も苦労が絶えませんね。あいつら。結婚なんて人生の墓場ですせーと。神さん最近冷たくてさ。人生の墓場でも構わないから、姉さんから解放してくれる男性が現れてくれないかじゃない。ミニアもすごいね、これ。つまんない相手と結婚すると、たちまち人生の墓場になるところは結婚の恐ろしいところよね。おや、なんだいその宝石はってことで。信じる心を手渡した。やばい宝石ですね、これね。
宝石見てると、あれ信じるんだよね。そうかそうか。せっかく馬車があるのに外を歩かなきゃいけないなんてなんか悔しい。確かにそうだ。確かにそうだ。全員馬車の中乗ればいいんですよ、これ。ねえ。馬車に乗って、行け、行けって普通やるのになんで外歩いてんだろう。言われてみればそうだ。最初置いて。そんな大金持ちが仲間にいてくれた心強いわね。ね。そしたらそのお金でカジノのコインを買い占めて、景品と交換するのよ。ね。マーニャは中では金でしかないっていうね。はい。いいですね。私の親孝行は敵討ちをしてこの世から進化の秘宝を消し去ることだと。ね、姉さんが目的を忘れてなかったなんて、私涙で前が見えない。たまに真面目なこと言ったと思ったらね、ミニアにすごい鋭いツッコミを食らってたのよ。ミニアさん？ベラビの世界地図。あ、世界地図いいですね。なくなった。変ね。なんで？売り物が切れているのに気づかないなんて、商売人として失格ですよって、もうその通りだね。何やってんのじゃあ、あのババアは。世界地図があれば海に出た時に便利なんですが、と。何者かが私たちの旅を邪魔しているでしょ。おぉ、鋭い。何を思うと期待させといて物がないなんて、それはないんじゃないの、ね、あいつは商売に資格でさ、ババアね。おぉ、トルデコじゃん、お前。おぉ、どなたか知らないがちょうど良いところへ来てくれました。この灯台に灯っている邪悪な炎を消すつもりでここまで来たんですわ。魔物たちが強くてこれ以上進めなかったんですと。ただの商人だもんな。しかも腹出てるしな。お願いですと、私に代わって邪悪な炎を消してきてくれませんか。しょうがねえな、おい。おぉ、ありがとう。この灯台には少し前まで聖なる炎が灯っていました。そしてその炎の種火が今でもこの灯台のどこかにあると。聖なる種火を使えば邪悪な炎を消えるはず。まずは聖なる種火を探すことですと。もう一度言いましょうか。いや、もういいです。いや、頼みましたよ。私は港町で待っています。待ってますじゃねえ。お前も来いよ。まあ、なんで帰るんだよ。バカかあいつ。バカなのかあいつ。トルネコって人、金持ちの割に結構軽そうなおじさんだったわねと。大地は炎だ。重いよ。あれが大少年トルネコ。なんだか想像してたのと違いますねと。どんな想像してたんだろうね。有無を言わさず私たちに面倒を押し付けてきましたねと。やはり噂の大少年、油断になります。本当だよ。お前も来いっちょ。おい。キキートルネコはどうした。トルネコがこの灯台に向かったと聞いたので、待ち伏せて食い殺してやろうと思ったのにと。そうか、怖くなって港町に戻ったのは、お前たちに言わない。港町まで行ってトルネコを食い殺してくれるわ。キキー、魔物はルーラーを唱えた。ルーラー、魔物は天井に頭をぶつけた。キキン。何こいつ。ジゴロさんもルーラーを使うときは気をつけてくださいね。私も天井に頭をぶつけたくないですからと。ね、そうだね。何度もまあ、間抜けな魔物がいるもんなんですけどね。そうだね。全く何なのよ、こいつは。頭痛いわと。マーニャにまで呆れられた。返事がない。気を失っているようだ。あ、これかいもんじゃ。あ、これ見よがしに、こんなど真ん中にあるもんなの。これ魔物の皆さんはこれ隠した方が良かったんじゃないか、これ。きっと魔物は聖なる種火に触れられず、あ、そうか。聖なるもんだから触ったらあーになるから、手出しできなかった。なるほどね。そうなければこんな目立つ場所に種火が放置されているわけないですもん。わかんないよ。さっきの魔物バカだったからね。これが聖なる種火か。こんなところにほっぽっとくなんて魔物もうっかり屋さんねとね。リック王子とモニカ姫の仲を取り持ったのは、実はこの私なんですよ。お前勝手に手紙読んでたな。手紙読んでたな。何俺がやったんだみたいなこと言ってる。手紙中見ないで渡すもんじゃない普通。なんでお前が読む。キルタンの地、若い頃は冒険家。いろんな宝物を手にして、それを元手に商売しても大成功された。ねえ、いろんな宝物ってやっぱ宝石とかお金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 とかって。もうあれだ、脳の中金しかないよ。姉さん、よだれ垂れてるわよって。お姫様。私がお姫様だったら、この宿を全部借りて、いい男をいっぱいはびらせて、バスタブにお金を入れて、その中を泳ぐ。ダメな、あれだね。男性誌の広告みたいなやつだよね。喧嘩も。豚？あ、豚だ。豚野郎がいるよ、これ。今日の晩ご飯は豚の丸焼きってのはどう？牛でもいいわよ。豚か。なかなかだね。本来ならばこのようなど田舎に用心なぞないとだが仕方あるまいと。うわ、ブラ始まったよまた。さて姫様いずこ、ど田舎行っちゃってる。これで国とは、我がサントハイムとは比べもなりませんが、上から目線。宿屋もひどいなこれ。これ宿屋と言えるのかこれ。野ざらし。野ざらし。どこの馬の骨とも知れぬアホをも連れ回すのサントハイムオケの恥。アホかどうか分かんないけどね。
姫様を滑り出して探さなければと。もうブライの毒舌が早速炸裂してるね。パティキアの種があるっていう毒戦、お、アリーナが喋ってるよ。おー、いた、アリーナ。ん？あら、この扉、鍵がかかっているわね。よーし！ノーキンアタック！ティアー！ノーキンキック！扉粉砕。なんだこのメスゴリラ。さあ、扉は開いたわ。行きましょう、みんな。確か姫は盗賊の鍵を持っていたはずだよな。そんなに扉を蹴り開けたかったんだろうか。まあいい、行くぞって。ドン引きじゃねえかよ。鍵よこせ。で、今はアリーナが入ってね、一人死にましたか、これ。一人死んだか？ブライ、気だったらしいアホ男め。姫様に何かしたらただではおかるから。すごいな。あいにかく地味顔は記憶に残らないね、私と。あの人どっかで会ったって。マーニャは会ってないかもしんない。うおんうおんってやつ。ああ、びっくりした。今のはもう一瞬トルネコかと思っちゃった。だってほら、お腹のあたりとか結構そっくりだし、容赦ねえな。マーニャちゃん、ミニャちゃん、生きてたのによかったに。魔法の鍵。エドガンさんの弟子のオーリンさんがそんなの持っていたわけと。おい、オーリンか。オーリン、今魔法の鍵だけ出たの、もしかして。大丈夫、鍵なんかなくたって割となんとかなるわよ。この私がいれば扉の一つは二つなんてことないわ。本当なんだよな。ガーン、これって結構ショックな事実じゃないと。オーリンって魔法の鍵を持ってたくせに扉をこじ上げてたのよ。あいつも脳筋だ。バカじゃないよ。脳筋。オーリン脳筋だった。衝撃の事実だ、これ。バカですね。バカばっかだね。秘密の研究所。知らなかったと。お父さんが使ってた部屋。私たちまで内緒でこんな部屋を持っていたなんて。これはあれですかね。ちょっと、スケベな匂いしますか？しませんね。まさか研究以外のこともしてたりなんてことないわよね。あのお父さんのことだから。ね。スケベ部屋ではなかったようですよ。まあでもこんなね、モンスター出るところにまでね。それはなかなかちょっとね。なんとかこのシスターを慰めてやりたいけどよ。俺は口下手だし、マローニみたいに歌もうまくねえ。やるせねえぜって。顔はブサイクだけど結構泣かせるじゃん。やっぱ男はハートよね。顔はブサイクは余計な仕事だけど。マーニャにも気持ちは伝わったわけですよ。おい、この野郎。ふふふ、人間め。もう、言い方おかしいよ。人間めって、お前人間やめたのかって話だけど、やめてんだよな。この城に何のようだ。ほう。おお、懐かしい顔が見えるなと。やはり来たか、エドガンの娘と。再びこうして愛まみえるとはな。うわあ、人間やめた。トルネコよりキモいデブキモニードになってる、これ。もう体の色まで変わっちゃってるし。どうだ、見違えたであろう。私がバルダックだ。キモータみたいになってる。すでに私は究極の進化を極めた。この肉体は神に近い。もはやデスピサロ様。いや、デスピサロのやつも私には及ばないだろう。エドガンの娘をさぞかし父が小石かろう。すぐ父の胸に送ってやるぞ。調子こいてるからね。そして、この戦闘にミネアとマーニャを連れてくると、ジプシーダンスになる。この演出熱いですね。多分ね。この鋼の剣には鋼！どうだ、面白いだろう。これ無言の方が面白いよ。ねえ、アリーナ姫ご一行に芸人などという身分の低いものが加わるなんて我慢ならんが、なんだそのなんか見下した感じ、やだ、じじいですね。まあ面白いからよしとしようと。ブライが面白いと認めてますよ、これね。えよくぞ来た。ほほ、パノンと申すのか。わしのお風呂はしとろう。さあ早くわしを終わらせてくれ。どうして早くせぬか。お言葉ですが王様、残念ながら私には王様を笑わせることなどできません。あ？あ？ですが、私を連れてきたこの者たちならきっと王様を笑わせることができるはず。どうかこの者たちに天空の兜をお与えください。この者たちなら世界を救い、人々が心から笑える日を取り戻してくれることでしょう。パノンとやら、よくぞわしの心を見抜いた。わしがこのお触れを出したのもこの国を明るくせんがため。お触れを出し芸人たちを呼ぶことで少しでもこの国を明るくしようと思ったのだが、希望を失った人々の明るさを取り戻すことはできる。愛はあった、その希望をその人たちに託そう。その天空の兜を受け取るがいい。トンチみたいなやりとりでしたけど、パノンは一流芸人ですね、さすがね。
ドラクエモンスターズ3に出てきたあのロザリーです。でピサロも出てきましたけど、ドラクエモンスターズ3はこの2人がまだちっちゃい頃の時間軸のお話ですね。はい、いい子にしてたかい、ロザリー。ピサロ様と聞いてくれ、ロザリー。私は人間を皆滅ぼすことにした。私はそのために進化の表を使い、さらに巨大な存在になるつもりだ。まもなく世界は裁きの炎に焼かれるだろう。私の仕事が終わるまで、ロザリー、お前はここに隠れているんだよ。ってとんでもないこと言いましたね。いや、お待ちください、ピサロ様。それはそうなるわ。誰かピサロ様を止めて、このままで世界は滅んでしまう。お願い、誰か受け止めて、私の願いを。ユイーン。届いて、私のこの願い。重いか。ディリリリリって、ディーってメロディーがかかるような目覚めじゃねえんだけどな。夢の中に出てきた男の人、なかなかかっこよかったわね。でもあの様子じゃ二人はできてるみたいだし。ああ、いい男って大概売約済みなのよね。ってね。観点が違いますね。さすがマーニャ。さすがマーニャ。金と男に弱い女マーニャ。さすがです。ほう。そなたたちが地獄の帝王を倒さんとする勇者の一行と申すかと。実は最近分かったことだが、この城にはかつて天空の盾があった。ああ、しかし、わしの、爺様の時ガーデンブルグの女王にあげてしまったらしいと。ガーデンブルグは東の山奥にそびえる女だけが住むお城。まったく爺様のスケベ心には巻いてしまう。なんだ、スケベで渡しちゃったんですか。そりゃあね、といくら偉い人でもスケベ心には逆らえないわよと。マーニャ何かを達観してますね、これね。先々代のパトランド王はスケベな人だったんですよ。ミネアがなんかスケベとか言うとちょっと面白いね。血は受け継がれているもの、きっと今の王様もやっぱりスケベなんでさ。みんな、この、なんかね、この真面目な優等生タイプのみんながスケベって単語使うのいいですね。ウーマンコミュニケーションプレイしてもらいたいわ。冤罪だけど完全だね。いじめどころかもう完全にただの暴力だからね。エルフをいじめるような連中は、きっと日頃人間社会でいじめられてんのよとか。それでやり場のない怒りをそういうところへぶつけてるのに、情けなーってね。ギャルっぽくていいね、これね。そして、いた!スライム!プルプル、ロザリーちゃんをいじめたら承知しないよ。え、いじめにしたんじゃないのって言ったらいいこと教えてあげる。エンドールの南西の岬の王家の墓には変化の杖があるらしいよ。その杖を使えば魔物たちのお城にも入り込めるんじゃないかなって。超重要証言です、これ。スライムってどこにいるのも変に自重つね。本当だね。そして、ロザリー。まあ、あなたたちは人間ですね。けれど、不思議。あなたたちは他の人間と違って澄んだ目をしています。いや、マーニャー濁ってるかもしれないな。あなたたちを信じてみましょう。私の名はロザリー。どうか話を聞いてください。世界が魔物たちによって滅ぼされようとしているのです。魔物たちを束ねる者の名はピサロ。今はデスピサロと名乗り、進化の秘宝でさらに恐ろしい存在になろうとしています。お願いです。ピサロ様の。いいえ、デスピサロの野望を打ち砕いてください。私はあの方にこれ以上罪を重ねさせたくはないのです。たとえそれがあの人の命を奪うことになろうとも、ううーってね、ロザリーの瞳からルビーの涙をこぼれ落ちた。ジゴロはルビーの涙を手に入れたが、ね、はい、砕き散った。人間ではね、ルビーに触ることすらできない。ロザリーってとってもかわいそうな人にってね。ニャーニャー、ピサロ様に感謝しなくっちゃと。俺もみんな進化の秘宝のおかげだ、ニャン。進化の秘宝で猫が喋るようになったんだね。進化の秘宝があれば、ニューオブスたちも喋れるようになるってわけ。すごいね、進化しちゃった。バルザックを化け物にした進化の表にこんな使い方もあったのと。正しく使えばこういうことなんだね。正しく使わないと、あの、クソデブ野郎が生まれると。ワンワン僕、ピサロ様に頭を良くしてもらったなと。人間の言葉だって喋れるよ。ワンワン。こんにちは。やあ、こんにちは。タンスの中を調べてごらんなさい。面白いものが入っていますよ。ん?なんだか妙に気立ったらしいやつだったねと。そこはかとないうさんくささを感じたなと。匂いを感じましたね。今の男の人かなり腕が立つわけです。歩き方に隙がなかった。あと見てるとか違いますね、全然ね。なんか。はい。特に何もない。あなたたちここで何をしてんの?まさか私のブロンズと十字架を。誰か泥棒よ!誰か来て!濡れ衣!みたいな。濡れ衣!まあ、ブロンズの十字架ね、盗んでないけど。盗み働くと不届きだと。ね。逃げられせんの来るんじゃって捕まりましたね。あー豚箱だー。あー詩人系 YouTuber と一緒だよ。もう煉獄コロアキと一緒だよこれ。
なんてこったい。なんてこったい。人質にする仲間を別の人にしますか。はい。もちろん、トルネコです。トルネコ人質。アリーナは、はい。アリーナ戻ってきましたよ。重そうな音してるね。どれ？トルネコ元気？やっぱり私が選ばれるんじゃないかと思ってました。切ない。でも信じますから、きっと犯人を捕まえて、ここから出してください。はい、人質役。ね。はい。寝てる。あ、気づかれた。そらそうか。通さねえよ。腕づくだー。来た。盗賊バゴだ。いきなり強そうになった。お前、詩人の姿してたろっていうね。ひょっとしたらこのまま置いていかれるんじゃないかって考えちゃいましたよ。いやー、全く余計な心配でしたな。はっはっはーって。置いていけばよかったか、こいつ。マジ役に立たないからね、あいつ。神は自らの涙をその手に受け止めると言われています。どうぞお気をつけていかれます。何を言ってるかわかんないんですが、ね、わけのわかんない人ねと。言いたいことがあるならはっきりと言えばいいのに。これ実はヒントになってます。潜入する前に、変幻の杖で。これ何変身？あ、ちゃんと魔物になったよ、これ。はい、行きましょう。どう考えても怪しいけどな、これ。ここは我ら魔物たちの城、デスパレスだ。ガオーって、すいません。なんだかなりきっちゃって。ミニア可愛いな、おい。うわぁ、こんなもんだった。狼よ、他の人はどうなっても構いません。何卒私の命だけはお救いください。あーめ、なんだこいつ。クソシンプルだな、これ。神に使えるものとは思えないセリフが飛び出ました。これなんか昼寝してるね。返事がない、ただの屍のようだ、と思ったら骸骨のお化けだった。起こすんじゃねえよ、眠いだから。むにゃむにゃ。寝てますね。びっくりした。あんな魔物もいるのね。いろんな奴がいますね。モンスターズですからね。なあおい、人間ってのは空を飛べないなんざ全く哀れな生き物だと思わんか。最も昔は人間たちも気球ってやつで空を飛んでいたらしいかなと。へえへえと。空を飛ぶってどんな気分かしら。そうするとちょっと素敵。ぷぷねえミディア、あんたその姿で夢見るのおかしいからやめてくれる。えぐいな。こいつが主人公やかね。聞いてくれ諸君、たった今鉱山の町アッテムトに大変な事態が起こった。大変な事態が起こったちがもう起こってるんですけどね、あそこね。夕張以上に広がったよ。地獄の帝王エスタークが人間どもの手によって蘇ったらしい。どうやら人間どもは気づかぬうちに地獄の世界を掘り当ててしまったらしいとなって。最悪だね。とにかくあってことだ。エスターク帝王を何としても我が城にお迎えするのだ。さあ行くぞ。諸君も急いでくれ。というわけで、またもう、戻ってきたぞ。また行くんだね。もう飛べんだ、お前。もう飛ぶんだ、飛ぶね。おぉ。おぉ。行ってらっしゃい。帝王エスターク様が予言通りついに復活した。いよいよ我ら、魔族の時代がやってきたぞ。ジーン。コーミズ村のみんな、ペスタ、死なないで。近いからね。ただでさえ、夕張以上に絶望の街だったアッテムと、より絶望感が増す。はい。ここは鉱山の街アッテムだよ。でもそれももうおしまい。お前さんたちも早くお逃げ。もう絶望しかない。にゃー、猫ちゃんもう元気ない。ね。まあ、第4章で来た時ももうね、ほぼ終わってた街なんですけどね。ここにおじいさん寝てましたよね。いませんね。火薬作りが生きがいだったおじいちゃん、ベッドにいません。どういうことでしょう。宿屋、人がいません。シスターいますけどね、シスター。はい、ちょっとシスターお話を。おお、神よ、ついに破滅の時が来たようです。もう人がいない。おそらくみんな死んだということで、死んだが逃げただからですね。で、あなたは仲間がすごいものを掘り当てたんだと。でもその後突然魔物たちがやってきて、ゴホゴホと。自分たちは何を掘り当ててしまったのか分かってないのに、と。ね。相変わらずここはガスがひどいわね、と。くそーっと、ここはまるで迷路だ、迷ってしまったじゃないか。迎えに来た魔物まで迷ってるんじゃ世話がないわね。ね。ずっと掘ってつったおじさん。いや、やったぞ。オラはついに宝の山を掘り当てたぞ。グフ。死んだ。死んだ。
取り当てて死んだらどうしようもない気がするんだけどな。なんと。うわ、婦女暴行。婦女暴行。さあ泣け。泣いてルビーの涙を流すんだ。うそう、こっちの休め、これでもか。ボコッ。あ、近づいた。あ、ピサロが来た。来てくださったんですね。貴様らロザリー何をした。ブチギレ。こんな人間なんて一瞬ですよ。魔族の王ですか。大丈夫か、しっかりしろロザリー。ピサロ様、お願いです。私の最後のわがままを聞いてください。どうか野望を捨てて私と二人きりでずっと。ロザリーが亡くなる。ロザリー、許さん、許さんぞ人間どもと。たとえこの身がどうなろうとも一人残らず根出しにしてやる。ピサロ、完全闇落ちの瞬間。もう画面真っ赤の怖いよねこれ。はい、ドラクエモンスターズ3の主人公は彼です。すごいよね。できたか。おお、できてた。いや、来てくれましたねと。ついに空飛ぶ気球が完成しました。第1号はあなた方に贈呈し、進呈します。外に出てみてください。やったね。気球に乗ってみましょう。プレゼントで空飛ぶ気球のことだと。すごいプレゼントだと。でもまあ昔私がファンからもらったプレゼントには及ばないけどね。何をもらったんだ。まあ、やそれマンションかな、マンションかな。ふふ。そりゃ、突っ込まない。近頃世界中にも魔物たちが住み着き出しての物騒な世の中じゃないと。お前魔物じゃねえの。一日も早く私たちで世界に平和を取り戻しましょう。この村の皆さんのためにもと。ね、世界が平和になっちゃったら魔物も出なくなるのかじゃって。それはそれで寂しいわね。人間と戦ってくれ。あと。私たちエルフはとっても耳がいい。長いからね、ビョーンってね。もうこのドットグラフィックともわかる。で、助けを求めていると。助けに来るなら三人で来てって聞こえる。ね。ブライも年の割には耳がいいわよ。と悪口は聞き逃さないもん。と。もしかしてブライってエルの出身なの。見た目的に無理があるな。あー、お願い、誰か助けて。お昼寝してますね。今の恨めしそうで疲れ切った弱々しい声は、きっとこの木に取り付いた浮かばれぬ女の霊の声です。私はわかります。ダメだ、こいつ。当てにならない占い師。不思議ですね。こういう自信むさいところ、ブライにピョーぴったりでと。ここに隠居すればいいのに。自信むさいところって。大変なことになってしまったと。デスピサロという魔族の者はついに進化の表を完全させた装置と。えぐいっすね。ここで重要なのがデスピサロの顔よ。顔、あの美芸がどうなるか。ほら、進化の秘宝ってぶっさいくになるでしょ。どうなんだろう、気になるわ。いいですね、その視点ね。でバルザックなんかもう醜いの一言だからね。後で分かったんですが、エスタークの進化の秘宝はまだ不完全だったとか。闇の力を増幅させる黄金の腕輪があの時はまだ使われていなかったのです。で、私たちがエスタークに勝ったのはエスタークの進化は不完全だったからなのと。面白くないわね、完全版のエスタークと戦いたいわ。それはあれだよね、完全版、完全体のセルと戦いたかったベジータみたいなこと言ってるねこれね。さあ到着。ここがほぼ魔界みたいなところだね。マグマの海に毒の沼地、こんな地に住んでるからデスピサロも性格が歪んだんじゃないの。美しい地底空間だ。私たちの世界がこんな場所に繋がっていたなんてと。はっ、すいません、自分の世界に浸ってましたわってね。ほほう、とうとうここまで来よったか。しかし今では遅すぎたようだな。デスピサロは進化の表を使い究極の進化を遂げ、やがて異形のものとなり目覚めるだろう。変わり果てた奴の心にはもはや人間に対する憎しみしか残っておらぬはず。そしてデスピサロは二度と魔族の王に君臨することなく自ら朽ち果てるのだ。メイド土産にお前たちに教えてやろう。人間どもを利用しロザリーをさらわせたのはこの私、エビルプリースト様なのだ。このクズが、このクズが、元凶です、実は。おっと？ビク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 。ビク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 、うえあ、イケメンだったピサロがもうただのバゲモンになっちゃったよこれ。さあ最終段階です。これがわわわわわわ、頭がニョキニョキーっと生えますよこれ。ドゥーン、角も生えた。なんか膝にも生えた。いや
ホカンタ。どうしよっかな。八人の導かれし者よ、心から礼を言うぞ。ライアン、お前は本当によくやってくれたな。本当によくやってくれたなって、なんかもっと褒める言葉ないの？なんか具体例がないからとりあえず褒めたみたいな感じがあって、ちょっとあれだけど。アリーナよ、そなたも女でありながらよく頑張ってくれた。ちょ、マスタードラゴンもちょっとね、ちょっと時代錯誤感出てきますね、これね。男女はもう関係ない時代入りましたよ。20年前の作品ならしょうがないか。進化の秘宝さえなくなれば、もう究極の生物は進化しようとするバカ、究極の生物に進化しようとするバカは出てこなくなるよね。いいですね。究極の生物に進化しようとするバカ。ね。あ、王様に。王様が、ん？って、今気づいたけど、みんな戻ってきたんだね、これ。どっかに行ってた。行方不明になってたサントハイムの人たちは無事戻ってきたんだ。よかったね。よかったよかったよかった。シンシアがあそこに いた。ここでやられた。ね。羽帽子をして。落ち込んでるよね。誰もいないもん。ところが、なんだこれは。なんだこれは。なんだこれ。よくわからない奇跡が起きた。ピカー。シンシア復活。あー、これそうなるよね、これね。理屈はわからんが、理屈はわからん。まあ、筋肉マンみたいな、お、みんなも来た。みんなも来たんですよ。寂しくないよ、みんな見に来たんですよ。もう祭壇の上ご覧になりましたか？いや、見てねえけど。何か大変なことが起きているようですよ。見てきたらいかがですか？あの祭壇いつかステージに使おうと思って狙ってた。こんなとこで踊んの？どんどんやつよ、むっかつくわね。この前の三日月の夜よと。夜中、宿屋で目を覚ましたとき、恐ろしいものを見た。ベッドの上に正座してミニアがクスクス笑ってんのよ。あれは怖かったわ。そら怖いわ。そう。なんか妖精みたいなやつがいますよね。返事がない。ただの生卵のようだ。返事がない。ただの味付き卵のようだ。返事がない。ただの湯せ卵のようだ。これは？返事がない。ただの温泉卵のようだ。全部違うのかな、これ。返事がない。ただの卵のようだ。違った。全部違う。ね。ね、世界中の花と私、どっちが綺麗かしら。なんでね。もちろん私よね。わかってるわかってるって。何なんだ。年を重ね、頼もしく時に花をも咲かせる。ね。この世界中、ますますこの字に似ているように思いますな。うぬぼれがすごいな、こいつら。ロザリーはね、人間にいたぶられて死んでしまいました。ね。このイエティも超悲しんでる。で、ここで、この世界一の花を使うと、なんと、ロザリーが生き返るのです。お墓に世界一の花をそっと添えたと。ね。うわー、どういう仕組みだったかようわからんけど、ね。十字架まで、墓までなくなっちゃった。復活！ロザリー復活祭。よかったね。なんでシンシアは生き返らせなかったなと。これは？それは世界中花。では、あなたたちが私の御霊を呼び戻してくださったのですね。うおんおお、ロザリーちゃんが生き返った。人間の手で再びこの世に生を与えられるとは思ってもみませんでした。心正しき人間もいる。私が信じていた通りです。というわけで、突然、あ、そういえばお前いたねえ、みたいな。ドランが、グゴゴーン、グゴゴーン。なんですって、まあ、ロザリーは言葉で理解できるんですね。グゴゴゴゴン、グゴーン。ええ、わかりましたと。ドランは大急ぎでどこが行ってしまった。ね。ドランさんは世界中の花のことを天空の人々に伝えに行かれたようです。ね。それが天空の色彩なのでしょうか。さあ、私たちも急ぎましょうと。ドランってあれ、空飛べんのやつ。だって天空城に戻ったんでしょうね。その人と会ってますね。ルビーの涙は、あ、壊れないね。思い出してください、ピサロ様。私たちが出会ったあの日のこと。グワー。まあ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 。ね、まあ、ただ大まかには変わっていないと。で、デスピサロが、ロザリー。ルビーの涙が、デスピサロの進化の表を打ち消していく。仕組みはよくわからんが、すごいぜ。
縮んでく縮んでく縮んでく。なんと元通りに。うん、ピサロ様。ロザリ、ロザリなのか。ならばここは死の国なのか。いいえ、ジゴロウさんたちが世界中の花で私に再び生命を与えてくださったのです。そして信じがたいのですが、私をさらったのは魔族に操られた人々かと。世界中の花、魔族に操られた人間たちを。面白くはないが、お前たちに礼を言わねばならんよ。お前たちはロザリーとこの私の命の恩人だ。素直に感謝しよう。人間こそ真の敵と長年思い込んでいたのだが、私は間違っていたのか。この心が定まるまで私は村に戻り、ロザリーと暮らすことにしよう。しかし一つだけやることが残っている。会いに行くかもしれんが、私も行く道は同じだ。しばし同行だな。ピサロが仲間に加わったっちゅう超展開。これ当時結構びっくりしましたけどね。はーみたいなね。